ビルレイコールマグローヌは、フランス、奥下にー地域圏、エロー圏のコミューン。ローヌアセットウンが、ビルレイコールマグローヌは、橋が片と地中海に面したラモソン平野に位置している。町は、モンペリエの旧市街から南西8キロメートルのところに、ある。町の地区の中には、ビッダで囲まれた中世の村も含まれる。町とビルヌーブ橋の間は、 ポンドビルヌーブの集落を除いて、駅の周囲にまばらに人家がある、住宅地である。県道615号線と県道185号線の間のインターチェンジは、ビルヌーブと刑務所があって、活気のあるハブレーグをつないでいる。平野では19世紀からワイン用ブドウ栽培が行われている。その一方でオカトラガルディオール山地の斜面は、 軍の射撃訓練場及び採石場となっている。ビルヌーブの面積の南東は、隣接するコミューン、パラバレフロット、ビックラガルディオールと共有する方がある。これらの方は、ローヌアセット運河によって二つに分断されている。方の南は9キロメートルにわたって続く、砂丘地と中世に、死郷座が置かれたマグローヌ島である。ビック方に近い町の南西は、 縁故のある湿地帯である。マグローヌ島は、型と海の間を守る細長い砂地の上にあったため、中世に繁栄し地境座が置かれていた。現在の町は、同時代に大陸側に築かれている。1850年、町は、東側の型と砂浜をパラバレフロットのコミューン創設によって失った。1992年、町は、ビラヌーブ。 LAS メイングランからビラヌーブ、LAS マグウェイローンへと綴りを変更した。1816年から1831年のブルボン王政復古期、街の名はビルヌーブ・アングレームであった。オック語ではビリノバでマグローナである。2010年11月、自治体が設置したオック語の看板が地方言語に反対する組織の苦情を招いた。 2011年2月16日、元老院は地方言語で町の出入り口を示す看板の設置を許可する法案を採決した。大土県選出元老院議員ロランクル等の提案によるものである。2010年12月、行政裁判所は二言語表記のパネル設置を自治体の意思で決定することについて意見とした。2012年6月26日のマルセイユ。 行政裁判所控訴審では、先の判決を取り消し、自治体がビリノバでマグローナと看板に表記することを合法とした。ありがとうございます。